高徳駅は、大韓民国ソウル特別市朝浦区にある、ソウル交通公社、空港鉄道、韓国鉄道公社の駅。ソウル交通公社の5号線、6号線、空港鉄道のインチョン国際空港鉄道、韓国鉄道公社の経義中央線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。韓国鉄道公社の駅に乗り入れている路線は、全路名称上は、 タ山線であるが、当駅には京義中央線電車が停車し、旅客案内では、タ山線とは案内されていない。首都圏電鉄には、駅番号が導入されており、5号線は529、6号線は626、インチョン国際空港鉄道は、A02、京義中央線は、K312 の駅番号が付与されている。5号線は、 島式ホーム1面2線、6号線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。両線ともに保安用にホームドアシステムを装備する。5号線の改札口は3カ所、6号線の改札口は1カ所ある。化粧室は地下1階に2カ所ある。出入口は1番から8番までの計8カ所ある。乗り場案内上の乗り場番号は、 両線ともに設定されていない。5号線ホーム6号線ホームインチョン、国際空港鉄道のホームは経備、中央線ホームと上下で並行しており、インチョン国際空港鉄道のホーム、改札外は下段部に位置する。ホーム階は地下4階で、相対式ホーム2面2線を有する。保安用にホームドアシステムを装備する。改札外は地下3階で、 西側に他路線への連絡改札が東側に軽義、中央線の改札外方面に通じる改札口が設置されている。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。ホーム他路線との連絡改札軽義、中央線のホームは陰川国際空港鉄道ホームと上下で並行しており、軽義、中央線のホーム、改札外は上段部に位置する。ホーム会は 地下2階で相対式ホーム2面2線を有する。保安用にホームドアシステムを装備する。上階方面階段は改札外へ、下階方面階段は5号線、6号線への連絡通路及び、インチョン国際空港鉄道改札外に通じる。改札外は地下1階で、改札口は上下ホーム別々で設置されている。そのため両ホームは地下1階からは、 行き来できず、地下3階からなら行き来することができる。乗り場一番ホーム近年の1日平均利用時任推移は下記の通り。なお、6号線の2000年は、開業日の12月15日から12月31日までの17日間の平均である。ありがとうございます。